野崎、今日泊まっていいか？ああ、いいぞ。いいなお泊まり。楽しそうだね。いつもどんなことするの？そうだな、相談に乗ってもらったりするぜ。へえ。主に女の話でな。なるほど、俺に恋愛相談か。ああ、お前なら少女漫画も描いてるし、女のことには詳しそうだからな。そうだな、自慢じゃないが俺は女心の代弁者とまで言われた男だ。大船に乗ったつもりで何でも聞いてくれ。頼もしいぜ野崎。じゃあ早速だが。ちょっと、今日一緒に帰る約束したでしょ。私とだよね、三越馬くん。どうちと帰る気？野崎、俺はどうちと帰るべきなんだ。アスカかな、なんか怒ってるし。の女とうまく話せなかった俺は、とりあえず勉強してみることにした。オールラウンダー、これだ。だが女というものは実に奥深かった。今日も一緒に帰っていいよね。ツンデレと思いきやヤンデレかよ。あんなプレゼントいらない。はぁ、なんだよお前、先週はそのプレゼントやったら喜んでたじゃねえか。この一週間に何があったんだよ。その日は用事があって。嘘つけよお前、暇だろ。こっちは予定してんだぞ。ねえ、来週の火曜日なんだけど遊ばない？てめえ、それ先週俺が誘った日じゃねえか。何同じ日指定してんだよ、意味が分かんねえ。俺を持って遊ぶのもいい加減にしとけよ。俺は諦めずに挑戦し続けた。私と付き合ってくれる？いいとも。そして二次元から三次元へ。どんどん遠ざかってないか、それ。しかし、ん？そんなに面白いのかこれ。分かってねえな。タイプの違う女を次々攻略していく達成感たらねえよ。野崎もやってみろよ、ハマるぞ。めんどくさそう。たまには付き合えよ。お前も今仕事終わって暇だろ。いや、俺は別に。一回リセットな。ガールズプリンセス3! 主人公の名前を入力してください。ほら、プレイヤー、つまりお前だ。何でもいいから好きな名前入れとけよ。好き。じゃあ。こいつ、自分の漫画のヒーローの名前を。お前、本当自分の作品大好きだな。あだ名を入力してください。いや、本当は嫌いなのか。なるほど、こうして鈴木の3年間が始まるわけだな。ああ、
よし、とりあえず質問は3択だから、何か聞かれたらいい感じの答えを選んでいけよ。わかった。は？え？ねえ、サボっちゃおうか。おい、何してんだよ野崎。どう考えてもちげえだろ。キュア。は？鈴木はマミコ以外にはふらつかない。お前なんでその名前にしたんだよ。今すぐ帰ろう。やり直せ。でも名前考えるの苦手で。お前の職業漫画家だろ。つけろよ、キャラの名前つける感じでよ。仕事とプライベートは分けたいと思ってる。わかった、もう野崎梅太郎にしろ。うん。はじめまして野崎くん。それと最初は一人に絞って攻略した方が楽だぞ。どの子にする？じゃあこれにする。あ、こいつどことなく桜に似てないか。野崎、もしかしてこのシナリオが一番いいってネットに書いてあった。ネタバレ読むなよ。どうしたの？何かあったら言ってよ。これは少女漫画ではお決まりのパターンだな。ごめん、愚痴っちゃって。こんな顔初めて。自分だけに見せる弱さにヒロインはときめくはず。答えは愚痴るだ。野崎くんって結構小さい人なんだね。なぜだ、この女の気持ちが全く追えない。意味がわからない。とりあえず女目線でギャルゲーやるのやめろよ。だいたい弱いとこ見たって女はがっかりするだけだろ。さくらにでも聞いてみろよ。ほら。いや、何も電話しなくても。あれ、ミコリン？もしもし。さくら。野崎くん。夜遅くにすまんな。そう、自分の考えに自信がなくなったんだが。いや、やっぱり忘れてくれ。野崎くん、野崎くんが弱ってる。おはよう野崎くん。それにしてもお前、どうして友人を活用しねえんだ。好感度やら情報やら教えてくれるぞ。え、何でも聞けよな。こんな出会ってすぐ友達面するやつ信用できないだろう。これはトラップだ。は？俺は知っている。こうやって近づいてきた友人は実は陰で主人公をいじめるボスで、とことん追い詰め絶望させる。そしてこのセリフ。本当は初めて会った時から大嫌いだったのよ。ゲーム変わっちまうだろ。恋愛どころじゃねえよ。いいから安心して友人使えよ。ほら、そこまで言うなら俺の情報特別に見せてやるよ。今のところ好感度はこんなもんだな。映画のチケットやるよ。なぜ友田はここまで献身的なんだ。お前に一体何の得が。もうそこはどうでもいいだろ。いや待て、そうか。さては主人公に気があるんだな。なんというアピール。だからゲーム変わっちまうだろ。何でもかんでも恋愛につなげんな。何でも聞けよな。お前が友田連呼するから俺も気になってきしまったじゃねえか。すまん、真面目に頑張るよ。とりあえずゴール目指す。いい天気だね野崎くん。よーよーお二人さん、仲良く投稿か。やだ友田くん、そんなんじゃ。俺がうまくごまかしとくから行ってきな。あとは任せとけ。さあ諦めんなよ。好きなんだろ。男なら行け。バカ野郎。卒業おめでとう。3年なんてあっという間だったな。俺お前に会えてよかったぜ。友だお前、こんな主人公のために3年間も。お前も青春しろよバカこうなったら
俺がお前の物語を書いてやる。ああ幸せにしてやろうぜ俺たちの友だを。よしじゃあまずは恋の相手から決めよう。おいどれがいい。俺はこのおとなしそうなお嬢様タイプとかおすすめなんだけど。待て巫女芝、友田の幸せを考えろ。友田ならどの子を選ぶか、それが重要だ。あ、悪い。俺友田の気持ちになってなかったぜ。きっと友田も許してくれるさ。では改めて考えるぞ。ああ。友田にとっての特別な存在、例えば四六時中そばにいた人間、休日を一緒に過ごすような。友田が青春3年間を捧げてもおかしくなくて、並々ならぬ愛情を注いでいたのは主人公じゃねえか。今日はお休みだから早く来すぎちゃったかな。あれ野崎くん、さくらです。あれ留守かな。野崎くん、どうしたの二人とも。徹夜した。徹夜って一体昨日何が。12人の美少女よりもお前が好きなんだ友だ。そんな、俺は見守ってるだけでよかったのに。友だ、マジで何があったの。だからもう俺レベルになったら大勢の女どもを同時に楽しませることもできるってもんだぜ。でもそれってゲームの中ででしょ。ミカリンって普段は女の子と一緒に話したりしないよね。どっから声かけるだけで。何言ってんだてめえ。サクラ、お前は俺のプライドを痛く傷つけた。見てな、魅惑のトーク術披露してやるぞ。すごいだろこれ。最新の靴下なんだぜ。綺麗だろ。すごいだろ。楽しい。ありがとう。面白い。俺面白い。ありがとう。プライドどうした。月刊少女野崎くん、何でも聞けよな。月刊少女野崎くん。みこしばん。うわ、なんだ。頼む、週末合コン付き合ってくんね。はぁ、なんで俺が。頼むよ、こういうの得意だろ。一人足りなくなったんだよ。みこしばいると頼もしいしさ。よっ、色男イケメン、俺たちを助けると思って。そんなこと言っていいのか。俺が言ったらその場の女全員が俺の虜になっちまうのに、後で後悔しても遅いぜ。お前が始めば100人力だぜ。なんで俺あんなこと言っちまったんだろう。合コンなんて行ったことねえよ。まあ決まったものはしょうがないし、予行練習でもしておくか。尾崎、お前頼りになるな。よし始めるか。おい。じゃあどうも野崎と言います。はじめまして。ああ、はじめまして。みこしばって言います。みこしばさんは、ずっと女子校で？そうなんですよ。周りいつも女の子ばかりで、こういうの緊張するっていうか。でも、今日は勇気振り絞っちゃうぞ、みたいな。なんで俺が女役なんだよ。いや、もし女の欠員が出た場合必要な。なんねえよ。じゃあ、俺が女役をするわけだが、ちょっとキャラ作ってくる。おお、さすがプロの漫画家。こんな練習にも本気で臨むってわけか。え？野崎梅子だぴょん。今日はイケメン食いに来たぴょん。好物は人参だぴょん。キャラ付け雑すぎね。こんにちは。で、何事？さくらか、ちょうどいい。お前も俺の仲間に入ってくれ。仲間？いや、その前に二人とも何？
やってるの？見ての通りだが。見ての通り。不気味なバニーにお釈されるニコリ。あ、でもこんな光景見たことあるような。お会計は全部で30万円になります。やばい店じゃねえからな。なんだ、合コンの練習だったのか。びっくりした。ああ、だがさくらが来てくれて助かった。やはり実際の女にはかなわないからな。これはもしや野崎くんの前で女子力アピールするチャンスでは。まずはサラダかな。嫌いなものはないか。飲み物はどうする。何かつまみでも作ろうか。じゃあ改めて自己紹介から。はじめまして、三越版美琴です。さくら、トイレに行くぞ。第一印象はどうかしら。なんかあの三越場ってこう赤かったわね。そうだね。いや、休みの日は音楽を聴いたりゲームやったりしてます。インドアだわ、あの子インドアだわ。ゲームですって。野崎くん、いちいちトイレで品定めしなくていいから。っていうか自己紹介に何分かけてるんだよ。全然進まねえだろ。そうだった、悪いな。では俺たち女サイドも軽く自己アピールしておくか。うん。私野崎梅子17歳、男なら誰でもいい気分で来ました。今日は一人か二人持ち帰る予定です。なんでそんなガツガツしてんだよ梅子。ほらさくら、手本見せてやれよ。さくら千代16歳です。好みのタイプは身長190センチ、黒髪短髪、鋭い目つき。同い年でちょっとぼんやりしてるけど男前。それ以外の人には正直興味ありません。今すぐ帰れ、合コン来んな。もういいよ、お前らに頼った俺がバカだったよ。まあまあ、俺は漫画に書いたくらい合コンのことには詳しいぞ。ん？じゃあ俺この子二人で抜け出そうぜ。どうしよう、怖くて振りほどけない。何やってんだよあんたは。で嫌なら断れよな、このバカ女。つまり合コンは強引に連れ出すか連れ出されるか、かっさらうかしておけば間違いない。お前絶対合コン行ったことねえだろ。つまりミコリンは合コンをそつなくこなして帰りたいってこと？女の子と仲良くならずに？ああ、なるべく二人組とかにはなりたくねえ。でもこう座ったら絶対二人組になっちゃうような。そこをなんとか回避できねえのかよ。じゃあ一人飛び出して座ろう、学級委員長っぽく。え？なんかこれ不自然じゃね？そんなことないよ、ケーキ置けばほらとっても自然。誕生日会じゃねえからな。じゃあ私たち相手にして女の子と二人で話す練習してみようよ。え？よし、女の子を退屈させるなよ三越場。おお。さ、最近どこか行った？家から出てない。休日は何してる？休日はない。いつも見てるドラマは？ネットラジオ派だ。最近ねえ聞いてみこりん、野崎くんがこの前デザート作ってくれたんだけどすごく美味しくてね。それででね、野崎くんがその時なんて言ったと思う？いや、野崎くんがね、こういうデザートは冷やす時が肝心だって言った。お前ら合コンには絶対行くなよ、迷惑だから。さてフリートークも終わったし行くぞさくら。またトイレ？あ、黙って聞いてりゃ。いい加減にしろよお前ら。ミコリンごめん。ふざけんなよ。俺一人だけ仲間外れじゃねえか。俺も混ぜろよ。それでそこのケーキが超美味しかったのよ。あらまあ、今度食べに行こうかしら。ねえ、その話ここでしなきゃダメ。結局ただの女子会になった。みこしは遅いな。まさか帰ったとかないよな。やっほー、みこしばの代理で来ました。
カシマ、お前一度断ったじゃねえか。いいの？いや、ミコシバにどうしてもって頼まれちゃってさ。もしかしてあいつ合コン苦手だったのかな。だとしたら無理言っちゃって悪いことしたな。あいつも言ってくれればいいのに。ああいや、女だらけなら混ざれる自信あるぜって言ってたけど、ハーレム状態でしか満足できねえってことかよ。まあでも鹿島が来てくれてよかったぜ。本当？ああ、お前女だし実質男3人女5人だもんな。ライバル減って嬉しいぜ。うわ、やだ、こないぞ。おいしいね。このチョコ食べた？食べた。おいしいね。これも食べて。ねえ、鹿島くん、これ食べて。こらこら、喧嘩しないでお姫様たち。君たちの笑顔が見られればお腹いっぱいだよ。ああ、私はなんて幸せ者なんだ。やだ、鹿島くんだよ。結局合コンは鹿島の一人勝ちだったらしい。お邪魔します。あ、今日ちょっと綺麗だね。昨日掃除したからな。それはあれですか。明日君が来ると思ったら落ち着かなくて。敵だ。はい、野崎。え、今からこっち来る？ちょっと待ってください。いや、今ここを人通せる状態じゃないんで、本当ぐちゃぐちゃなんで。はいはい、じゃあ1時間後に。誰が来るの？俺の担当さんだ。じゃあそんなに必死に片付けなくても。それって彼女が来た時の反応だよ。いや、彼女だったらこんなに焦らないと思う。彼女以上だと。ミコリンって子羊ちゃんってよく言ってる気がするけど、羊好きなの？バーカ、決め台詞は山のように持ってるぜ。俺のボキャブラリーなめんじゃねえぞ。次回、恋を思い描く男子、また会おうな、全国の子羊ちゃんたち。あっ